はい、皆さんのボケです。今回はですね、約10万円分の釣り関連のグッズであったりとか、あとオーバーホール出してたやつとかもあるんでね、それをね紹介していきたいなと思います。買い物ももちろんありますと。でまず、この値段の大部分を占めてるもの、あんまり皆さんには関係ないかもしれないんですけど、こちら買いました。はい、 DJI オズモアクション4っていう、これはもう見てわかる通りアクションカメラになります。でこのアクションカメラって、僕普段は GoPro を使ってるんですね。 GoPro の Hero12、 この DJI オズモアクションと GoPro の2台体制でいこうということで導入しました。でこれなぜかというとですね、これなかなか便利なものでしてね、便利というかもはや必須級なんですよね。GoPro はですね、ここにありますけれども、はい、こちらね、これ GoPro です。こいつがもう何がダメかって、熱暴走で止まりやがるんですよ。本当にそれだけは勘弁してくれと。でこれからね、暑いシーズン入ってくるじゃないですか。さすがにもう GoPro は無理だと。で僕このね GoPro の12、これを買う前8だったかな、8っていうやつをずっと使ってたんですよ。で8から9に上がるとバッテリーが変わって、もう中身全部変えないといけないんですね。だからちょっと億劫で9見逃して、10見逃して、11見逃して、12でやっと重い腰据えてバッテリーもろもろね、乗り換えたのが去年の冬なんですよ。ちょっとあったかい日で、しかも無風で太陽が照りつけるみたいな状況だと、あっと落ち上がるんですよね。で多分8以上に落ちるんですよ、この12。これちょっと末恐ろしいぞと。でしかも僕はね、この防風のやつをつけてるんで余計に落ちるんです、熱がこもって。当然ながらバッテリーを抜いて、中にねバッテリー入ってますから、そのバッテリーを抜いてモバイルバッテリーで給電しながら、撮影する。これをすると長持ちするんですよね。ただそれをしてしまうと、まずこの防風のやつがうまく使えなくなっちゃうっていうのと、で当然ね蓋を開けながら充電しないといけないので、防水性がそっち側はもうなくなると。平続きなんてもう冗談じゃないと。でなおかつモバイルバッテリーを持ち歩かないといけないっていうのもあるし、コードがポケットとか、まあ、どこかからかビヨーンと出てここに繋がってるっていう。だから何かの拍子でスポって抜けたりするとね、トラブルになったりするし、バッテリー派なんですよ僕は。でそういう運用をしてると熱暴走するっていうのがこいつだったんですけれども、これはね熱暴走しないらしいんですよ。まあしないことはないらしいんですけど、でももう GoPro に比べるとはるかに少ないと。導入するしかないよね、うん、ただ画質がちょっと GoPro の方がね、うん、いいなっていうのは比較動画とかを見て、思いました。でもなんかファームウェアアップデートから画質上がったよっていうね、声も聞いたりとか、まあ、そういうのもあって、どうなんだろうと。やっぱ何事もね、やってみないと、試してみないと、自分で体験してみないと分かりませんから、今回ちょっと買ってみたと。はい、もうこれからこっちはもう秋冬春の前半で、こっちは春夏秋、そんな感じで使っていきたいなと思っております。これね導入したのが本当に熱暴走のためだけなんですよ。熱暴走でさえしなければ僕は別に GoPro で不満ないんですよね。だから GoPro と比べてどうかっていうのはちょっとこれからおいおいね見ていきたいなと思うんですけど、まあ便利そうだなと思うのはこういう、これマグネットリリーサーですね、例えば三脚にこれつけといて、そこからすぐにマグネットリリーサーでパチって外して、自分の胸元にまたあのね、この GoPro じゃなくてこのオズモアクションをパチってつけるみたいな、そういうこともできる。あとまあ当然ながらバッテリーいりますよね。これはい、これ約4000円ぐらいするんですよね。これ1個2個3個でもこれ1万2000円で、これ4万4000円なんですよ。で GoPro が6万ぐらいだったんで2万ぐらい安いんですよね。だからコスパもいいと、ただ結局こういう付属品でいろいろいっちゃうんですけどね。でこれも買いました、はい、バッテリー充電器、これを充電するためのものですね。これも買いました。そして画面が傷ついてはいけないので保護フィルムも買って、だいたいもうこれすでに7万ぐらいいってます。こちらアンタレス、これ19アンタレスなんですけども、シマノのねオーバーホールキャンペーンっていうのをやってるんですよ。4月もう終わってるのかな、終わってると思うけど、
その時にちょっともう手つけられてなかったやつまとめて出しちゃおうと思ってステラとアンタレス出したんですよね。それが戻ってきたっていう感じですね。はい、特に異常なかったみたいです。ちょっとね、若干ハンドルの部分からローラークラッチが弱ってきてるなって感覚があったんで、それをこう買い切りましたね。で、迷彩がこちら、工賃が3300円になりますね。ご依頼のスタンダードコースを行いました。パーツ交換が不要な状態であり、改善希望箇所がございませんので、すべての箇所の分解洗浄グリスアップを行いましたと、ご確認のほどよろしくお願いします。パーツ交換を行っておりませんので、パーツ自体から発生しているザラつき、ゴロつきを完全に取り去ることはできませんということですね。まあ、いつもの文言って感じですけど、もともとね、重機あたり素晴らしいですけれども、まあ、よりしっとりしたかなという感じ。やはりこのアンタレスが一番かっこいいリールだと僕は思っております。この19ね。もう一つはですね、こちらイグジストも一応出しておきました。まあ、イグジストもね、健康状態非常によろしいと、まあ、健康診断みたいなもんですよね。まあ、自分でやる方もいらっしゃいますし、こうやって出す方もいらっしゃいますし、まあ、好き好きにという感じで、これイグジストちゃんですね。非常に滑らか。イグジストもこれいいリールですよ。まあ、バスに、エギングに、プチライトゲーム、ちょっと強めのライトゲーム、うん、そういったこともできるというイグジストになります。で、イグジストが SLP のやつが返ってきてて、これは3850円になります。この度オーバーホールのご用命いただき誠にありがとうございますと、お預かりいたしました現品の機能点検を行い、オーバーホール各部総合点検、内部クリーニング注油作動調整を行いましたと、オーバーホールは S スタンダードコースにして実施いたしました。なお、グリスアップにより回転がオーバーホール前より多少重く感じたりする場合がありますが、使用によりいい馴染みが出て回転音は安定してきますと、もうめちゃくちゃ丁寧に書いてあるって感じですね。ご愛用品を末永くご使用いただけるよう、今後とも定期的にオーバーホール等のメンテナンスをご利用ください。弊社実施のオーバーホールでは部品の交換を最小限に抑え、内部清浄とグリスアップ及び各部の調整を中心としたオーバーホール作業を心がけております。ユーザーに優しいですよね。ちょっとまだ全然いけるけど、よし交換、これで金を取ろうっていう感じではないってことですね。はい、お預かり時に不具合が見受けられない場合、弊社技術者の判断により部品の交換を見送らせていただくこともございますということですね。はい、で、当然イグジストじゃん、健康状態大丈夫ということですね。まあ僕はね、いろんな魚種やりますし、でなおかつリール大量に持ってる人なんで、もう1個のリールに集中して負荷がかかるっていうシーンはね、あんまりないんですよ。まあ言ったらステラかなぐらいなんで、割とねオーバーホールで金額がゴーンいっちゃうってことはあんまりないですね。さあ次はですね、まあ、小物であったりルアーであったりっていうところなんですけれども、今撮ってるのが、まあ、4月なんですけれども、バスはねちょっとしこたま釣りまして、で次ちょっとやっぱ海ねえ、海が始まりますっつうことで、海ルアーをいくつか補充してきたと。で、まずは小物を見ていきましょうか。でちょっと前のね買い物動画で言ったと思うんですけど、ライトゲーム、これ少しかじっていきたいなということで、ライトゲームやらないかと。ちょっとライトゲームに関してはね、もうながらライトゲームというか、ライトゲームメインというよりは、シーバスとか青物とかの合間にかじるぐらいなんで、全然なんですよ。だからちょっとやってみたいなということで、まずねこれバスのラインじゃねえかって話なんですけど、これちょっとリーダーに使いたいなと思って、買ってきました。4ポンドね。リーダー用もあるんですけど、 50m とかしかねないやつもあって、もう 100m のこれでいいかなと、はい、いう感じで、僕はソルトでもよくこの 100m 巻きとか、これのハード版 80m 巻き、こういったものを使っております。特にねリーダー切れとかはないですね。全然不満はないです。強度とかにはね、リーダー専用じゃなくても全く問題ないですねと言いつつ、はい、リーダーです。買ってきました。これなんか話題ですよね。てかもう話題になって一旦過ぎ去った感じですかね。魚に見えないピンクフロロっていうやつですね。40ポンド。ちょっとね、刻み数が、20、30、40とかしかなくて、35が欲しかったんですけど、まあ40になりました。まあまあいいでしょう。ヒラスズキであったりとか、絡んでくるヒラスズキに、青物、それから僕、タマも映るので、タマとか、そういったものに使いたいなと思っております。で、次に、僕ね、VJ にシングルフックをつけてるっていう話したと思うんですけど、この VJ のシングルフック用に、縦の M、これを2つ補充しました。で、これ横は持ってるんで、これね、ちょっと見せた方が早いかな。VJ ってね、見たらわかるんですけど、
VGA 見えますかね、これ微妙に分かるかな、ほらスプリットリングの向きがほら違うでしょ、ついてる向き、この I が逆なんですよね。だからそのフック、シングルフックつけるにしても、その缶の向きが縦と横両方ないと綺麗につかないんですよ。こっちをこっちにつけたらほらおかしなことになるでしょ。だから両方いるんですよね。で、もともとね、こうやって、まあ、一個一個つけてたんですけども、でっかい魚がかかるような場所とかだと、これを2個ですね。だからこれをもう一個同じようにつけるっていう、そういうスタイルでやるといいですよってネットで見たんで、それを真似させてもらって、つけさせてもらってます。で、それで実際80オーバーのブリも取れてるんで、まあ、堤防からですけどね、磯で強引にやったとかではないけど、堤防でブリもいけちゃうんで、かなり信頼はしておりますね。ただね、あの平鈴木の場合フッキングがねちょっとどうかなっていうところもあって、まあ、ちょっとそこは要改善というか、試行錯誤って感じですね。そして次フックね、これライトゲーム用になります。はい、こちら 1g、 まあアジングやる時の本当に基本的なベーシックなベースになる重さだと思うんですけど、そのタングステンの 1g、 月下美人ね、買ってきました。そして 1.5、 ちょっと下の層を引く用の、そして2、まあ、2まで行くとねあんまり使わなかったりするかもしれないですけど、ちょっと流れ早かったりとか、水深が深いところだなっていうところがあれば、まあ、これを使うという感じでやっていきたいなと思います。でそれに合わせて、こちらスナップ、月下美人のスナップね、8スナップっていうやつ、ワンタッチでルアーチェンジ、ライトゲーム用のスナップね、こんな感じ見えるかな、まあ、ここに、この I をスポッてはめるだけみたいな感じですね。これね見えるかな、サイズ T、 タフタイプね、10ポンドまで耐えますよってことだと思うんですけど、そのタフタイプを買ったんですけど、ファインタイプっていう細いやつもあったんですね、それは3ポンドまでだったんですけれども、まあどうなんでしょうね。まあ正直アジだけやるんならノーマルのねファインタイプの方がいいのかもしれないけど、でかいのやっていこうということで、とりあえずタフタイプも買ってきました、他のにも流用できるしね、はい、次ワーム、これねなんかアジが釣れるっていうのでよく言われてるやつで、このイージーシェイカーってやつですね。これも、まあ、持ってるんですけど補充で買ってきました。3インチ、こういうカラーですね、これなんていう名前、セクシーシャット、セクシーシャットね、青系に下がクリアになってて緑ラメが入ってるという感じの色ですね。なんか青は水中だとよく目立つみたいなこと言われたりしますよね。どうなんだろう、ちょっと試してみたいと思います。次はプラグですね、ライトゲーム専用のちっちゃいプラグ、一斉のアメミノですね、はい、これアジメワルミノらしいです。スローシンキング、スーパーシンキング、分からんけど、これ SS 書いてるね。さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。またカウントダウンで深いレンジを探ることも可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。もうこれぴったりだね。アジメバルを主なターゲットにした小型ドリフトミノ、極小リップを搭載することにより適度な水かみ感を生み出します。スローリトリーブ時にほぼノーアクションでリトリーブスピードを速めることで、ボブンロールアクションへと変化します。この可変アクションにより誘いと食わせのテクニカルなライトゲームが楽しめますっていうことですね。はい、村上さんらしいものなんじゃないかなと思います。デザインとかね、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、これめっちゃいいやん。マットオキアミテールグローっていう、ここだけグローになってるんでしょうね。いいね、いいカラーだ、可愛い。これでじゃあちょっとライトゲーム楽しんでいきたいなと思っております。そしてこちら、それのちょっとリップ長い版っていう感じかな、セミロングリップによるキレのいいハイピッチタイトウォブリングアクションが特徴ですと。アメミノ 48SR とは全く異なり、ここねミディアムファーストリトリーブを得意とし、水面直下1メートル程度を狙います。また特徴的な微振動タイトアクションによる反射的な食わせ方が可能です。アメミノというアジメバル用の枠にとどまらず、そのトレースレンジアクションの特性から MR はライトゲームのおけるあらゆる魚種をもターゲットとしますとですね。これ MR、 あ MR だね、これ SF モデルね。固定重心ウェイトにより素早い動き出しを
と安定姿勢でフィールドを選ばないベーシックマイクのみの SS ヘビーウェイト重心移動ウェイトで広範囲深いレンジを狙うことが可能です。これね、まあちょっとこれはスタンダードタイプがいいかなと思って買ったんですけれども、スローフローティングなんで、でもちょっとスローシンキングモデルもあってもいいかなって感じしますね。めっちゃ良さそう。もう何よりも可愛い。ちょっと開けてみよう。はい。うおー、可愛い。めちゃくちゃ可愛いこれ。わ、このデザイン気に入った。最高。めっちゃ良さ。これバスのマイクロベッドとかにも使えんじゃない？めちゃくちゃ釣れそうなんだがこれ。で、これがですね、パープルパールテールグロー。これもいいから。最高ですね、これ。満足度の高いミノー。はい、この使っていきたいと思います。そして今、このミノーがですね、重さ 2.3g です。で、次、ルアーラストなんですけど、重さ、はい、100g です。もう、楽さがすごいのよ。もう、これはですね、僕の大好きなマリアのリライズの 150mm100g。モンスター捕獲用のプラグ。これもやりましょう。でっかいやつ狙えない。ただ、まあ、カラーはね、こんな感じです。グロ、グロ。この腹グロ、上グロって感じ。で、これ、どういうルアーかっていうと、もう本当に新編、ヘビー新編って感じかな。皆さんの中にはね、ヘビーショットでこれやるよって人もいると思うね。はい、リライズ。プラグ未開のディープレンジ攻略。まあ、基本的にプラグって、青物で使われるようなプラグって、トップかもしくはミノーっていうところなんですよね、うん、ベーシックなところで、まあバイブレーションとかもあるんだけど もうロックショアとかにおいては本当にそれがもうほぼ 9.5 割ぐらいを占めるんじゃないかな、プラグだけど。これは下のレンジを狙える4つ話なんですよね。ドンブカ、潮の速い沖磯対応ヘビーウェイトモデル。ちょっとこれ深いのやりすぎたかな。 100g はちょっとやりすぎかもしれん。ターゲットレンジ 20m から 40m。 ちょっとやりすぎたかもしれんね、うん、日中の低活性時に有効なディープレンジ攻略シンキングペンシルということですね。水深 30m を超えるようなディープレンジに潜む日中の低活性なターゲットに対しスローなアクションでアプローチするメソッド、誘い上げ。メタルジグにはないプラグ特有の浮力が作動することで、そんな操作スピードでは見切られるのではと思えるほどのスローな誘いが可能。青物イコールハイスピードアクションという常識を覆すその釣り方は、メタルジグの素早いアクションに反応しなかった魚をナチュラルに捕食へと導くと。高活性な地合いが過ぎもう釣れないと思い込んでいた時間をリライズがチャンスに変えるということですね。ただですよ、マリアさん、ただちょっととね、まあ磯場、沖磯とか書いてますけれども、ちょっとこれプラグ沈めんの怖くね。 100g をめっちゃ怖いわ、磯で沈めんの。そこ皆さんどうしてますかね。基本的にはシングルフックなのかな。でもやっぱりさ、まずはかけようっていう話で、トリプルにする人もいると思うんですよね。これ寝がかったらショックですよ、うん、だってこれをジグと同じように沈めて使おうっていうご提案でしょ、これ。ちょっと怖いよね、うん、でもやっぱり、ね、一本は持っておきたいなと思ってたルアーなんで一応買ったんですが、はい、こんな感じ、今はもう分かんないと思いますがひたすら重いです。でしかもこのタイトシルエットでしょ、ぶっ飛ぶんじゃねこれ。マジでどんだけ飛ぶんっていうぐらい飛びそうやけど、恐ろしい飛距離が出そうですね。でもウエイトも 100g なんで投げるロットも限られてくるっていうことで、はい、まあちょっと僕ね離島遠征とかも行くので、そういう時には活躍の場あるかなと思います。はい、というわけで、オズモアクション買ったりリールのね、手入れをやってもらったり、それから、うん、なんかいろいろねライトゲーム始めようかっつうことで物だけは買ってみたりね。あ、でもやりますよ、ライトゲームもね。それはねメインチャンネルで出るかと思いますんでね、お楽しみにいただければなと思います。それではまたお会いしましょう。皆さんご安全な釣りを。 K でした。